ありまして、ただいまこれより第2クォーターに入ります。プレーナンバー 2-1 ジェイスターズ自陣11ヤードからスターダウン5。不成功。プレイアクションのパスでターゲットを7番へのロングパス。しかしこれはパス通らずフォースダウンと変わります。プレイナンバー 2-2 ジェイスターズ自陣11ヤードからフォースダウン5。パントフォーメーションを選択します。西宮1番はキャッチ。ジェイスターズ陣35ヤード付近でボールデッド。攻守交代となります。若林選手のバントポーズで攻撃権を放棄。西宮ブルーズ、三河は1番、木下選手がキャッチ。攻守が入れ替わりまして、西宮ブルーズ、前陣37ヤード付近でパスダウン。36ヤード付近でパスダウン。プレーナンバー 2-3 西宮相手陣36ヤードからファーストダウン10。パスコーコーターバックゼロ。プレーアクションでタイトエンド86番にパスを通し約6ヤードのゲイン。成功、6ヤードのゲイン。西宮ブルーイズセカンドダウン、ファーストダウンまで残り4ヤード。プレーナンバー 2-4 西宮相手陣30ヤードからセカンドダウン4。成功。パスダウン。クォーターバック0番、プレイアクションからワイドレシーバー88番にパスを通し、ファーストダウン獲得です。ファーストダウン。ただいまのプレーは10ヤードのゲイン。敵陣20ヤードよりファーストダウン。プレーナンバー 2-5 西宮相手陣20ヤードからファーストダウン点。ナイスラン、ファーストダウン。ランニングバック22番、ハンドオフから中央突破。相手タックル跳ね飛ばし、ファーストダウン。ランニングバック22番、岡本選手。一旦タックルされたかと思いましたが、セカンドへ向こう、そこから中央を走り、ファーストダウン。22ヤードのゲイン。失礼いたしました。12ヤードのゲインです。プレーナンバー 2-6、西宮、ファーストダウン2ボール、残り8ヤード。8ヤードよりファーストダウン。タッチダウンまで残り8ヤードです。中央へのワンプレー、タッチダウン。タッチダウン。ランニングバック2番、ハンドオフを受けそのまま中央突破。相手タックル弾き飛ばし、そのままエンドゾーン飛び込み、タッチダウン。選手の中央プレーでタッチダウン。6点を追加。西宮、6点獲得。ブルーンズ、トライフォーポイント。プレーナンバー 2-7、西宮トライフォーポイント。キックによる1点を狙います。キッカー1番、キック成功、1点追加。西宮ブルーインズ14点、トライアクスジェスターズ0点。野茂垣選手のランプレーでタッチダウン。6点、キックも決まりまして
さらに1点を追加。第1クォーター、第2クォーターにそれぞれ7点を入れ、14点となっています。今日の得点を挙げました西宮プロウィンズのヒット、プレーナンバー2-8、西宮キックオフ。先ほど得点を挙げた西宮ブルーインズのキックオフで試合再開です。ジェイサーズリターン。ジェイサーズ陣20ヤード付近でボールデッド。プロ野球ジェイサーズリターナー15番トミ選手が13ヤードのゲイン、自陣22ヤードから3ヤード付近より23ヤードよりファーストダウン。プレーナンバー2-9、ジェイスターズファーストアンテン、ボールオン自陣23ヤード。プロ野球ジェイスターズファーストアン。ここでイエローフラッグ、反則は発生しております。ここでファールマーカー、反則が発生したところ。オフェンスの反則です。交代違反。フィールドの中で12人で作戦を組みました。アメリカンフットボールはフィールドの中では11人以下でなければいけません。5ヤード抜体となります。5ヤードのペナルティー。しかし、ファーストはそのまま。プレイヤーズ・ジェイスターズ。ファーストダウン。プレーナンバー2-10、ジェイスターズ、自陣18ヤードからファーストダウン15。6番、これが試合はセンターバック6番ユニス選手よりワイドレシーバー選択しました。タイトエンド15番ヒトミ選手へのパスが成功。失礼しました。タイトエンド15番へのパスを通り約5ヤードゲイン。52番ラインバッカー斉藤選手、ただいまのプレーはゲインがありません。プレーナンバー2-11、ジェイスターズの自陣23ヤードからセカンドダウン点。先ほど5ヤードペナルティがありましたので5ヤードのゲインです。セカンドダウン、ファーストまで残り10ヤード。パス不成功。パスインコンプリート。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。ジェアプルインズディフェンスバック5番、カナベ選手がボールをカット。ここでファールマーカー、何か反則が発生したのよ。オフェンスのパスインターフェアです。ボールが宙に浮いている間に相手選手に接触しました。パスインターフェアはオフェンス、ディフェンスともにあります。この場合オフェンスはパスインターフェアランスの反則です。罰則を受け交代します。パスをキャッチしようとしている守備側の選手を妨害したという反則。
この反則により通常は15ヤードですが、ゴールまでの半分の距離、ハーフディスタンスの反則となります。プライアクスデイスターズ、セカンドダウン、プレーナンバー2の12、ジェスターズ自陣12ヤードからセカンドダウン22。新たなファーストダウンまで残り21ヤード。パス成功。クォーターバック6番、右にロールアウトして、ワイドレシーバーにパスを通し、ターゲット15番、約12ヤードのゲイン。14ヤードのゲイン。プレイアクスでした。サードダウン。ファーストダウンまで残り8ヤード。プレーナンバー2の13、ジェスターズ自陣25ヤードからサーダウン9。パス成功。しかしファーストダウンには至っておりません。フォースダウンと変わります。プレーヤーズ、ジェスターズワイドレシーバー81番パクワ選手がボールをキャッチ。キャッチいたしましたのは西宮ブルーインズディフェンスバック5番田辺選手です。ファーストダウンには至っておりません。ラストダウン、新たなファーストダウンまで残り2ヤード。プレーナンバー2の14、ジェスターズ自陣31ヤードからフォースダウン2。パントフォーメーションを選択します。このボールは西宮陣45ヤード付近でアウトバーン、攻守交代です。ラストダウン、パント攻撃でまして攻撃権を放置。パントボールがサイドラインを越えましたので、その時点で西宮ブルーインズの攻撃へと変わります。西宮ブルーインズ自陣45ヤードよりバーストダウン。プレーナンバー2の15、西宮ファーストダウンテン、ボールオン自陣45ヤード。クォーターバック17番、スクランブル。ここでボールをファンブルした模様、判定を待ちます。西宮ブルーインズクォーターバック17番坂谷選手、右奥へ展開、1ヤードのゲイン。ダウンが先ということで、ゲインとなっております。しかし獲得距離1ヤード。西宮ブルーインズセカンドダウン、ファーストダウンまで残り9ヤード。プレーナンバー2の16、西宮自陣46ヤードからセカンドダウン9。中央エダランプレー、ゲインは1ヤード。キャリア22番、西宮ブルーインズランバック22番岡本選手の中央プレー。しかしこれはほとんどゲインがありません。1ヤードのゲイン。ここでホイッスル。西宮ブルーインズサードダウン。ここでウォーターブレイクです。ここでレフリータイムアウト。ただいまでの得点、西宮ブルーインズ14点、プレイアクシスジェイスターズ0点、西宮ブルーインズが14点のリードです。
プレーナンバー 2-17 西宮自陣47ヤードからサードダウン8。ウォーターブレイクが解けまして西宮ブルーにハードダウン、パスパスインコンプリート不成功。クォーターバック17番プレイアクションからのパスを投じましたがこのパスは届かずフォースダウンに変わります。プレーナンバー 2-19 プレーナンバー 2-18 西宮フォースダウン8ファントフォーメーションを選択。ファンター1番このバントを転がりよくジェイサーズ陣8ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。ファント攻撃によりまして攻撃面フォーク、ファンター1番木下選手の蹴ったファントボールがトライアクシスジェスターズ陣8ヤードの地点で止まりましたので、その地点で攻守が入れ替わりトライアクシスジェスターズ自陣8ヤードよりファーストダウン。プレーナンバー 2-19 ジェスターズファーストダウン、ボールオン自陣8ヤード。オプションプレーのピッチで左奥へのラン。ランニングバック4番佐藤選手の左奥のプレーですが、これはゲインがありません。ノーゲイン。しかしこのランによるゲインはなし。タックしましたのは西宮ブルーインズ52番ラインバッカー斉藤選手です。プレーナンバー 2-20 ジェイスターズ自陣8ヤードからセカンド運転。中央へのランプレー、キャリア31番。しかしこのランによるゲインは2ヤード。トライアクシスジェイスターズランニングバック33番。そして37番。不成功。クォーターバック6番ワイドレシーバー81番のロングパス。しかしこのパスはカットされパス不成功。トライアクシスでしたラストダウン。プレーナンバー 2-22 ジェスターズ自陣11ヤードからフォースダウン7。パントフォーメーションを選択します。パンター2番1番キャッチリターン。このリターンは45ヤード付近でボールデッド。ラスダウンパント攻撃になりまして本編ホーム西宮ブルーリターン1番木下選手が約5ヤードのリターン。西宮ブルーリーズペリン43ヤードよりファーストダウン。プレーナンバー 2-23 西宮相手陣43ヤードからファーストダウン点。
何枠22番ハンドオフから右オフタックル付近をダイライト約6ヤードのゲイン、右オフタックル付近を付き6ヤードのゲイン、西宮ブルーセカンドファースターまで残り4ヤード、プレーナンバー2の24、西宮相手陣37ヤードからセカンドダウン4、パス成功、ファーストダウン、クォーターバック17番ワイドレシーバー85番にパスを通し、ファーストダウン獲得、ファーストダウン獲得です、ファーストダウン、デビュー31ヤードよりファーストダウン、プレーナンバー2の25、西宮相手陣31ヤードからファーストダウン点、ファーストダウン、何枠にはハンドオフから中突破、左オフタックル付近を駆け上がりファーストダウン獲得、23ヤードのゲインです、西宮ブルーイン敵陣8ヤードよりファーストダウン、ロールトゥーゴー、タッチダウンまで残り8ヤード、ジェイスターズ前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半に3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。アメリカンフットボールでは前半後半各チーム3回ずつチームタイムアウトを要求することができます。これジェイスターズ前半1回目のタイムアウト、ジェイスターズ前半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー2の26、西宮相手陣8ヤードからファーストアンドゥーゴール、パス成功、タッチダウン、西宮ブルーインズクォーターバック17番ワイドレシーバー85番レッドブロー、85番がエンドゾーンでジャンピングキャッチ、そのままエンドゾーンに着地、タッチダウン、6点を追加、西宮6点獲得、プレーナンバー2の27、西宮トライ4ポイント、キック成功、1点追加、キック成功、さらに1点を追加、西宮ブルーインズ21点、トライアックスジェスターズ0点、ワイドレシーバー85番佐々木選手のタッチダウンパス、この後キックも決まりまして第2クォーターさらに7点を追加、ただいまの得点はブルーインズ21点、トライアックスジェスターズは0点です。プレーナンバー2の28、西宮キックオフ、キッカー1番、ただいま得点を挙げました西宮ブルーンズのキックオフ、ジェイスターズリターン、ジェイスターズ陣20ヤードを超えたところでボールレッド、
小林ベイスターズリターナー15番ソリ選手がボールをキャッチ約12、3ヤードのリターン。小林ベイスターズ自陣12ヤード付近へ、失礼しました、22ヤード付近へパスターン。プレーナンバー2-29、ジェイサーズ自陣22ヤードからファーストアンテン。前半残り時間は2分17秒。パス成功、パス成功。クォーターバック6番、ワイドレシーバー15番にパスを通し約5ヤードのゲイン。クォーターバック6番選手より87番ドッチ選手へのパスが成功。プレーナンバー2-30、チェスターズセカンドアンシックス、ボールオン自陣26ヤードのゲイン。プレーヤクスチェスターズセカンドアン、パスは成功、しかしこれは西宮アジャスト、ゲインは1ヤード。ターゲット9番ワイドレシーバー9番宮城選手へのパスが成功、しかしこれもあまり原因がありません。プレーヤクスでしたサードダウン、ファーストダウンまで残り5ヤード。プレーナンバー2-31、ジェスターズサードダウン5、ボールオン自陣27ヤード。終了まで1分20秒を切ろうとしています。パス不成功、ラストダウン。クォーターバック6番、ワイドレシーバー81番のヒッチパス、しかしこれはコントロールミス、フォースダウンに変わります。プレーナンバー2-32、ジェスターズ自陣27ヤードからフォースダウン5、パントフォーメーションを選択します。パンター2番、前半残り時間は1分14秒。ここでバントは西宮陣15ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。コースはバントコースの新規を大きく満たしています。プレーナンバー2-33、西宮自陣19ヤードからファーストアンテン。試合時間前半残り1分2秒です。成功、クォーターバック17番、プレーアクションからタイトエンド86番にパス、約3ヤードゲイン。86番タイトエンド、片山選手へのパスが成功、4ヤードのゲイン。西宮ブルーセカンドダウン。ただいまチームタイムアウトです、チームタイムアウトです、チームタイムアウト。西宮はここで前半1回目のタイムアウトを取りました。前半1回目のチームタイムアウトの要求。ただいまでの得点は西宮ブルーインズ21点、フライアクスベイスターズ0点、ブルーインズが21点のリードです。前半終了まで残り50秒。Yeah!
西宮前半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー2の34西宮自陣23ヤードからセカンダン6、前半残り時間は50秒。17番プレーアクション間のパスを投じようとしましたが、これはジェイサーズがキュービーサーク、ここでホイッスル。1年ぶりにパスを投じようとしましたが、これジェイサーズ41番ディフェンスライン小林選手がキュービーサーク。西宮、西宮前半2回目のタイムアウトを取りました。西宮前半2回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー2の35西宮自陣19ヤードからサードアウト、前半残り時間は、39秒。不成功。クォーターバック17番ミドルゾーンへのパス、しかしこのパスは通らず、フォースダウン4回目の攻撃に変わります。ブラジルスリースター91番キャプテンラインバッカー小野選手のボールをカット。プレーナンバー2の36西宮はフォースダウン10、パントフォーメーションを選択。パンター1番、このパントシャンク。しかしこのパントを転がりよくジェイスターズ陣30ヤード付近でボールデッド。攻守交代です。ここで攻守交代。西宮ブルーズフォースダウン、パント攻撃に入れまして地域を挽回しています。投手が入れ替わりまして、ブライアクスジェイスターズ自陣32ヤードよりファーストダウン。前半終了まで残り17秒。プレーナンバー2の37ジェイスターズ自陣32ヤードからファーストダウン点、前半残り時間は17秒。不成功。クォーターバック6番、左に流れながらターゲット9番へパス、しかし9番キャッチミス、セカンダウンに変わります。プレーナンバー2の38ジェイサーズセカンダウン点、ボールの自陣32ヤード、前半残り時間は11秒。キュービーサーク、クォーターバック6番パスを投じようとしましたが、プレッシャーからキュービーサーク、ここで前半の時間がなくなりました。前半が終了し、ただいまの得点は前半終了となりまして、西宮ブルーインズ21点、トライアクシスジェスターズ0点、西宮ブルーインズ3タッチダウンリードで後半戦を迎えます。